若い頃の直広、鍋島直広は、幕末期の大名、明治、大正時代の政府公館、十一位、区密東公爵。署名は、直縄で、明治一新以前は、将軍、徳川家持の変記を監視、茂みと名乗っていた。非前佐賀藩第十一代の藩主、第十代藩主、鍋島一志星の長男。父、直政の性質、森姫には、 子がなく、37歳で創生したため形質として、迎えた、たやす徳川成政の19女、筆姫の着難として1846年8月27日に、江戸で生まれる。なお、実母は、即室浜の娘。陽名は純一郎。後に、直名は茂、茂み。1868年より直広。後の外交官で、 洋画家の百武金行は、純一郎の四つ上のお相手役だった。開園2年、当時富士の病とされた牛刀の治療のため、範囲であった伊藤玄木が、闘病の入手を進言し、藩は、オランダ商館に、首頭苗の入手を依頼した。出島の医師夫ゴトリープモーニッケがバタビアから、牛闘病を入手し、 1848年7月に、鍋島範囲の奈良林隆史建の息子に接種した。これを、直政は4歳の十日郎にも施させた。文久元年、将軍、家持から茂の一時と松平の名字を与えられる。同年11月20日、父の隠居により16歳で、佐賀藩主を集法した。藩政刷新を進め、藩の職賛として、 パリ万国博覧会に有田焼を出展している。慶応四年の母親戦争では政府軍に組みし、佐賀藩兵を率いて指揮を取り、東北に派兵、各地を転戦した。特に関東に移ってからは、上野戦争や安屋灘で戦い、5月、下佐や陳部府に任命されると、下佐国、和佐国の監督に当たった。 しかし、下谷国での旧幕軍との戦闘が激しくなり、佐賀藩士を中にさせたまま6月に陳部府を宇都宮城に移すなどして7月まで勤めた。明治政府に出資すると、軍政改革と海軍創設の急務を解き、議定職外国事務局、タスク、横浜裁判所副総督、外国官副知事等、江戸会史取扱総督等を歴任した。父の第二、 オランダから佐賀藩が購入し、明治政府が挑発していた軍艦電流丸で、慶応4年3月26日、大阪の天保山沖で日本初の観艦式に帰還として臨んだ。翌明治2年には、藩籍奉還の上表書に、薩長といの一国として連書。また、同年、犠牲艦が行政艦に統合されたおり、それまで31名いた。 議定の公選により、筆頭を透け見に参上耳、続く定員4名の議定に、岩倉智美徳特大寺佐熱根と並び大名家から唯一、直弘が選出された。また、母親戦争の功績で、昭天六二万国を賞与された。この頃、直弘は、母親戦争で亡くなった、藩主を報じて、佐賀県五国神社を建てた。明治4年、廃藩地県により、 佐賀藩知事となったがこれを辞して、岩倉施設団としてアメリカに留学。また、明治6年には二人の弟直虎、直成と共にイギリスに留学している。直広は、オックスフォード大学で文学研究の勉学に励んだ。そのため、この間に起きた、島吉武、江藤新平らが起こした、佐賀の乱の際には日本にいなかった。 留学中の明治9年には、東京府の渋谷町大山の奇襲藩、徳川屋下屋敷を買い、維新で失職した武士を集めて、サ小東園を開いた。1878年に帰国すると、翌年外務省御用係となり、明治12年には、渡辺孝樹、榎本武明と東京地学協会設立。 特大寺佐熱爪、寺島宗の里らと共同競馬会社設立などに動き、明治13年、中イタリア王国特命全権講師となる。次女五子はこの時生まれた子で、名前は出生地のローマにちなむ。講師としての活躍は、横浜の合商、布施島金蔵の私日記などに記録が残っている。明治15年帰国し、元老院議官、宮中古問官等を歴任。 明治天皇、大正天皇の信頼も厚かった。明治16年には、数少ない洋行帰りの名手として、六名館や上野市のバズ池の競馬場の運営、外国人居留地や避暑地の整備、鉄道建設、音楽推進など、井上薫とともに近代化政策を牽引した。明治17年に公爵に列する。明治19年には、 大日本音楽会設立会長となる。明治23年には貴族院議員となった。東京音楽学校開校式、並びに総学堂落成を記念して開校記念歌、との春の作詞を行った。早稲田大学の大学部設置や理工科増設に関わる募金計画に協力し、特に理工科新設の際には直弘が家族中の筆頭学を申し出、 これにより、明治41年11月に、安田善次郎と共に、最初の汗田大学校品となった。明治44年、皇天高級所、第四代所長、国学院大学学長に就任した。大正10年皇居、去年76。墓地は、菩提寺の建宗寺ではなく、青山霊園だったが、平成になり鍋島家が、青山霊園の墓所を墓じまいし、 春日山に改装された。佐賀神社には父、直政と共に祀られている。ありがとうございます。